はいえー、こんにちは今日はあのボクシング業界で僕は感じている、まあ、世代間のギャップみたいなものをお話ししようと思いますね、これはもしかしたらボクシングだけじゃないですね、<laughs> いろんな分野で、えー、まあ、若い世代と、まあ、それよりさらに上の世代をこう隔てるギャップじゃないかなと思いますね、でまあ、その、まあ、典型的な置かれやすい例としては学び方ですね。あの ま僕は僕32歳なんですけども、も、えー、小学生ぐらいからインターネットを使っていて、中学生の子には父親からパソコンを与えられて、まあ、それでいろいろコンピューター触って遊んでたんですよね、でなので、えーあの、分からないことはネットに聞くんですよ、人に聞くんじゃないんですよね。まずこれが僕ら 僕と同世代、そして僕より下の世代、ですねちょうど多分僕ぐらいが境目になってるんじゃないかなと思いますね、あの価値観の違い、ですね分からないことは人に聞くのではなくて、ネットに聞くって感じですね、で僕より上の世代は父親とか、ですねあの基本的にはおそ、まあ、らくその人から教えてもらって学んだんじゃないかと思うんですよ。よ知識を人から継承して直接 えー、継承してきたということですねなので、えー、この世代はですね名上の人を敬うんですよどうしてかっていうとあのそうしないと教えてもらえないからですよね尊敬してますっていう態度を見せないとお、ま、知識の継承が起こらないわけですよまそれもあっておそらく、えー、こ態度に違いが出てるんじゃないかなと思いますね僕ら世代は、えー、上の名上の人にですねこういちいち伺わなくてもむしろですねそれをあのー 目上の人が間違ってるんじゃないかぐらいのですね疑いの目を向けてますね、なんでかっていうと、それもやっぱりテレビとかの影響ですよね、えー、自分より年上のすごい年長の人がまあ犯罪を犯して捕まってる場面をですねテレビで見てるわけですよね、なので、そう感じてるわけですよ、よ悪い人たちなんだと年上の目上の人たちは。まあ、悪い人たちっていうのは言い方ちょっとおかしいかもしれないんですが、まあ、そういう人もいると、だから疑って見てるわけですよね。だけどのの人ですね僕の父親かそれより もう少し上の世代の人たちは、やっぱりあの、まあ、ちょっと若干そ,そこに差があるなと思いますね、あのとりあえず,まず尊敬する、えー、その人がどうかということではなくて、えー、言っている内容、えー、情報が正しいかどうかではなくて、もうとりあえず名誉の人を尊敬するみたいな態度であるように僕には見えますね、まあ、その、まあ、若い世代と、えー、上の世代の人たちのギャップが結構あるなというのは感じます。こののギャップのせいでですね 結構、ね、あの喧嘩が、まあ、争いが起きているなっていう気がするわけですよこう、皆さんもですね、このギャップ感じたことあるんじゃないかなと思います、ね、結構深い溝がありますよねあの、僕ら世代、特に僕より若い世代はもう目上の人と関わる機会なんてないんですよね、社会がもう崩壊して,て、えー、あの存在しないて共同体っていうものが存在していないので、えーまあ、おじいちゃんたちも田舎に住んでて。 周りにいないんですよね。祖父母も周りにいなくて。だから、あの、話をする機会がない、年上の人たちと。えー、少し前であれば、あまあ、近くに祖父母がいるとか、えー、もしくは親戚が周りにいるとかですね。えー、まあ、あの、怖いおっちゃんが近くにいるとか、そういうことって当たり前だったと思うんですけど、今ってもう全くないんですよ。えー、安全に安全に育てられてるので、えー、厳しく怒こることはダメだって言われますし、 えーまああのー、不審者扱いされますよねあの、子供たちに話しかけたら、まあ、そういうのもあって、えー、結構、ね、こう断絶されてるんですよね、僕ら世代と少し、えー、それより上の世代、ですね父親世代との、あのー、差が溝がすごく大きいで、僕ら世代ってあんまりですね年上の人を尊敬しないんですよね、昔の、まあ、僕の父親世代と違って、ちょっとそういうのがないなというのは気がしますね、全然若い、あの僕の下の世代も全然。 僕のこととか会長のことは全然尊敬してないし、トレーナーも尊敬してないしというのは感じますね、全然トレーナーの言うこととかに敬意を払わないわけですよね、それをとても感じますね、まあ、本来であればですね、僕らの世代も教えてもらっているわけだからそれ感謝しなきゃいけないんですけども、それ以上にですね、その情報の整合とかをですね、あのー、見てしまうわけですよ。 教えてもらっているっていうことに感謝をするのではなくて、その行為自体に感謝するのではなくて、情報が正しいか間違っているかを感謝するということですね、教えてもらっているという行為とその情報の正しさをこう分離できない、情報が間違っていたら教えてくれている人まで間違ってる、教えてくれる行為すら間違っているみたいな、まあ、誤解というか、錯覚をしてしまうんですね、僕ら世代は。まあ、これはすごく感じますね。 正しいかどうか、よりはまあ、とりあえず教えてもらってるっていう行為に対してはまあ、感謝しなきゃいけないと思うんですが、まあ、そこがあできないので、えー、上の世代からするとなんだこいつ生意気なの？教えてやってんのにみたいな感じですよね。このギャップがあるなと思います。で、この世代間の価値観のこう、溝のせいでですね。こう知識の継承がちょっと起こりにくいんじゃないかなというふうに思ってるわけですよ。あの、僕ら世代はですね。あの目上の人の言うこと。 正しいことを言っているとしてもあの信用しないのでどっちかというとネットに聞くんですよね、Google 先生とか SNS、Instagram SN 先生とかに聞くんですけど、うん、そういう傾向がありますよね、あの身近にいる名誉の人に、えー、疑問をぶつけるとかではなくてあのネットに聞いちゃうということですね。 この溝が大きくて、えーまあ、こういがみ合いというかですね、争いにつながっているんじゃないかなという気が最近、とてもしています、まあ、例えば僕は平中会長とあの話をする機会もあったんですが平中事務でやっぱり平中会長の言うことって結構深みがあるわけですよね、えー、ちょっと口下手で伝えるのは甘くないんですが言っていることでとっても大切なことを言っているんですよね。 ただ、それは多分僕より若い世代、経験が足りない世代にはあの解釈できない、あの平中会長の言うことを翻訳できないので、まあ、理解できないわけですよね、言っている意味が、もう訳わからんこと言っとるな、このおっさんみたいな感じになっちゃうわけですよね、で,でも平中会長ってすごく大切なことを言ってるんですよ、でこれを若い世代がなんだこいつ、このおっさん訳わからんこと言ってって言ってたら、損失になるんですよね。みんななの。あの自分の損失になる。 しっかり何と言おうとしているのかということを聞けばですね、あの自分のためにもなるしで、そういう態度を見せることによって、えー、上の世代の人たちはです、ね、自分の経験で尊敬されているんだというふうに思うことができて気持ちよくなるわけですよね。お互いにウィンウィンなんですよね。自分えー、上の世代は尊敬されて、僕ら世代はその世代のこう知識を吸収して継承できるということですね。でこの… 僕が思うにですが、この溝がボクシングに限らずいろんなところにあって、ですねこのせいでですねあの知識のこう継承、伝達が起こらなくて、えー、本当にいろんなところで,ですねあの損害を、機械損失をですね、えー、引き起こしているんじゃないかなといいう,うに感じています、えーとまあ、僕たち世代、インターネットとかですねあの情報が民主化された世代と 上の世代っていうのは大きな価値観の違いがあるわけですよね、それを理解して話をしないとお互いにですよ。僕たちはあ、僕たちもそうだし、上の世代もそうだしということで、そういうふうにして相手を理解しないとですね、情報のこう伝達が起こらなくてもう全体の損失になるわけですよ。 なのでまあ僕ら若い世代は、なんだこのおっさん、わけわかんないこと言ってんなというのではなくて、ね一旦立ち止まって、解釈してみて、自分でわかんなかったらわかんないでいいんですよ、わかんなかったらもうなんだこいつって言えばいいんですけど思えばいいんですけど、一回はですね何て言ってるか、理解してみようとするっていうのは大切だと思いますね、もしかしたらものすごい心理を話してるかもしれないわけですよね、それが受け取れないっていうのはあの僕たちにとっても大きな損失です。